森島先輩、相変わらず綺麗だよな。うちの学校には森島先輩のファンが多い。この間もクラスのやつが告白して振られたらしい。ねえ君、やば、早く拾わなきゃ。そこの大食いの君。え、森島先輩。あれ、どこかで会ったことあったっけ。あ、はい、これ落としたよ、大食いくん。あ、すみません、ありがとうございます。あなた、は、はい、可愛らしい目をしてる。は、あ、いったー。すみません。あ、いった。森島先輩。あら、君はお昼の大食いくん。ナイスタイミング。はるか、ちゃんと彼にお礼言いなさい。うん、ありがとう。そうだ、君の名前まだ聞いてなかったよね。あ、そうですね。僕は2年 A 組、橘純一です。ありがとう、橘純一くん。でも今年こそは幸せなクリスマスを。だけど森島先輩は高嶺の花だからな。実際図書室で会ってからもう何日も会ってないし、そう簡単にうまくいくわけないか。私も入れて。え、森島先輩。えいえい、森島先輩。森島先輩とミヤが一緒にお風呂。ねえハルちゃん、バストアップ体操ってこれでいいの。うん、そうそう。あ、でもちょっとこの辺をこう。こう。うん、うまいわミヤ。でもこれちょっとくすぐったいね。そうね。森島先輩、綺麗だ。私、水を見るのが好きなの。海とか川とか噴水とかね。いいですね。なんとなくですけど、森島先輩には似合ってる気がします。そういう風に言ってくれたのって響と立花君だけかも。優しいのね、この子の。そんなことないです。そうなの？じゃあ私にだけ優しいのかな。え、もしかして私のこと好きなの？え、なんちゃって。好きです。え、僕森島先輩のことが好きです。本気？はい、本気です。そうなんだ。橘君って思ってたより男らしいんだね。そうですか。うん、ちょっとびっくりしちゃった。ありがとう、すごく嬉しい先輩。でもダメ。え、私年上で頼りがいのある人が好みなの。そうなんですか。はあ、かわいい。あ、このワンちゃんあの子に似てるかも。顔真っ赤にしちゃってさ、あの時の目はちょっとだけかっこよかったな。うん、ちょっとだけね。先輩。お？好きです。え？僕森島先輩が好きです。ま、またなの？すみません、迷惑ならもう二度とこんなことを言いません。迷惑じゃないけど、なんで？先輩と一緒にいると楽しくて、もっといろいろな話をしたいというか。それで急にそんなこと言って。すみません。謝らないで。すみま、なんで？だってこの間諦めたくなくて、先輩が迷惑じゃなくてまたチャンスがもらえるなら諦めたくない。
何度振られても構わない。僕が一番怖いのは返事さえもらえないことなので。そんなことしないわ。ありがとうございます。何お礼言ってるの、変なの。僕先輩のこと好きでいていいですか。鬱陶しかったら諦めます。鬱陶しくなんかない。じゃあいいんですか。やった、ありがとうございます。もうなんでそんなに一生懸命かな。そんなに頑張られたらほっとけないじゃない。先輩、もうこれでも食らえ。あれよ、あんたに言われたくないわよ。森島先輩、ちょっと借りていいですか。え、ああどうぞ。ありがとうございます。失礼します。先輩、なんで袖を引っ張るんですか。制服の袖を掴んでみたくなったの。そうなんですか。やるわね。先輩、何、どこに行くつもりなんですか。どこだっけ。それは僕が聞きたいです。忘れちゃった。もう君のせいなんだからね。高橋先生や他の女の子たちとあんなに楽しそうにしちゃってさ。何を話してたのよ。これはもしかしてやきもち。ねえ、何を話してたの。先輩と仲良くなれて幸せです。そんな話をしてたんです。へえ、そうなんだ。はい、そっか、そうなんだ。じゃあ行きます。まあ、思いっきりか。よーし。何してるにゃん。何してるって、先輩こそ何してるんですか。ん、にゃんにゃん攻撃。にゃんにゃん攻撃って視線が。参ったか、にゃんにゃん。参りました。驚いた。そりゃ驚きましたよ。一体どうしたんですか。嫌だった。いえ、そんなことないです。むしろ嬉しいくらいで。よかった。これからもバンバンやっちゃってください。ありがとう。はあ、すっきりした。ここにイニシャルを入れてった。何これ、いいの悪いの。そうですね、すごく悪いです。先輩、僕と相性が良くないって出て不機嫌になるなんて、それだけ思われてるってことかな。ちょっと嬉しいかも。もう一回やる。もう一度やっても結果は同じだと思いますけど。じゃあもう一度先輩のイニシャルを入れてください。先輩、 HM じゃないんですか。これでいいの。はい。 L ってなんだろうな。うわ、すごい。やった、大成功ね。すっきりしたわ。でも L って何ですか。先輩は森島だから M なんじゃ。 L はね、ラブリーの L。 橘君にはまだ話したことなかったね。私の本名は森島ラブリー遥なの。ラブリーはミドルネームってやつね。お待たせ。はい。新しい水着なんだけど、どうかな。全然変じゃないです。似合います。綺麗です。本当にありがとう。でもだったらすぐ褒めてくれたらいいのに。すみません、見とれちゃって。
そっか、納札しちゃったか。ねえねえ、トイレも立派だよ。わあ、お風呂も大きい。すごいよ。わあ、すごいですね。せっかくだから、私お風呂入っちゃおうかな。え、お風呂ですか。こんな大きなお風呂めったに入れないし、もったいないじゃない。そうですね。覗いちゃダメだよ。覗きません。わお、いいお返事。じゃあちょっと入ってくるね。停電か。違うよ先輩。恥ずかしいから私が消したの。どうしてもう一度告白してくれないの。何度でも告白するって言ってくれたのに。私は君が好きなの。大好きなの先輩。私ずっと待ってたのに。ずっと待ってたのに。もう嫌われちゃったかと思って、諦められちゃったのかと思って、寂しくて不安で。そんなことないです。でもわからないの。私こんなに人を好きになったことなんてないんだもん。誰にも渡したくない人なんて初めてなんだもん。私どうしたらいいのかわからなくて。いいんですよ先輩はそのままで。僕が好きになった森島先輩はそういう人だと思います。今度からは僕がちゃんとしますから。だからもう泣かないでください。はるかって呼んで。いつまでも先輩じゃ嫌。呼んでくれたらもう泣かないから。はるか、よくできました。好きだよ。ずっとずっと一緒にいたい。私も好きよ。大好き。キスしてそのまま離さないで。指名手配犯め、お前を逮捕する。響き、あなたは逃げて。立花君、これは毎日やってるの？その、たまにですね。ごくたまに。久しぶりですね、塚原先輩。やっぱりお医者さんって忙しいんですか？まあ、ほどほどにね。それにしても、これで本当に刑事だって言うんだから、日本の治安は大丈夫なのかしらね。響き、純一には日本の平和は守れないかもしれないけど、私のことは一生守ってくれるって約束してくれたのよ。はるか、純一、星の数ほど愛してる。はいはい、ごちそうさま。私も愛してるわ、純一。はるか、